はい、どうもこんばんは。禁止カードの強奪について語りたいと思います。この禁止カードの強奪ってほんと恐ろしいカードだよ、こら。ほら。相手が1000ポイント回復するだけで相手のフィールド上のモンスターコントロール奪える。これもし、デッキに3枚入れたらもう恐ろしいからね、ほんと。俺のことは強奪、強奪、強奪ってやって相手のモンスター奪いまくって、もう、まあ、あっという間に勝利だから、これ。これが制限じゃなかった時代があると思うんだけども、すごい怖いよね。ね。サクリファイスのパックが発売した時このカードってまず制限がかかってなかったんだよね、マジで。それ考えて今の遊戯王ってさ、禁止カードを作るんやったらさ、昔初めから出すなよって話なわけで。ああ、ほんとそうだよね。禁止カード出すんだって初めから出すなよ、ほんと。そんな感じだわ。ほんとありえんよね、強奪とか。強すぎて。強すぎてありえんよね、これマジで。うぅってんじゃん。